こんにちは、近藤瑞穂です。夏の大三角形や北斗七星が美しく輝いているこの頃ですね。今日は自分の出身星を知る方法と題して、地球と共に進化を続けている私たちの魂の神秘にフォーカスしてみたいと思います。このチャンネルは皆さんが次なる次元へ、スムーズに移行するサポートを目的として配信しています。それでは、シリウス中継、スタート。私たちの魂の歴史は、宇宙の神秘と同じように、壮大なスケールの物語の中にあります。今から約137億年前、ビッグバンから宇宙が生まれ、その宇宙から多くの惑星が生まれ、そして多くの生命体が生まれました。惑星に寿命があるように、すべての生命体は生と死を繰り返しながら進化を続け、時に惑星間を移動しながら、魂の学びを繰り返しています。しかし、魂の歴史を知りたいと願っても、そのほとんどが神秘のベールの中にあり、地球における過去世でさえも把握できない私たちが、地球外の歴史をたどるのはとても困難なことですが、その情報の一部を受け取ることは不可能ではありません。なぜなら、私たちの潜在意識や、アカシックと呼ばれる宇宙の書庫に、魂が辿ってきた情報が記録されているからです。スターシードという言葉がいつしか生まれました。地球以外の惑星から来た魂を持つ存在のことで、地球人よりも進化した魂のような印象を持ちますが、私は地球に存在している多くの人が宇宙から来ていると思っているので、ある意味地球人の多くがスターシードであると思っています。自分がどこの惑星から来ているのか知りたいと願う方も多いと思います。地球転生前にいた惑星として代表的なのは、プレアデスやオリオン、シリウス、アークトゥルスなどですが、実際にはもっと多くの惑星出身の方がいます。私が行っているチャネリング講座では、最初にお生徒さんがどこの惑星から来ているのかを受け取るようにしていますが、一般的に言われている惑星以外のご出身の方も多くいらっしゃいます。そして地球転生前にシリウスやプレアデスなどの代表的な惑星を経由してから地球に来ているケースも多くあります。その理由をこのように受け取っています。例えるなら、大学のようなもの。大学には、全国各地から学生が集まっています。そして、その大学を卒業することで、〇〇大学出身と呼ばれるようになります。例えば、様々な惑星から、シリウスに転生して集まってきた存在が、魂の経験や学びを得た後、その英知を実践で活かしたり、さらなる魂の進化のために地球に転生している。いわゆるシリウスやアークトゥルスなどの代表的な惑星は地球につながる入り口となるケイト惑星であるということです。宇宙の情報を受け取るとき、多くの人は第6チャクラや第7チャクラを使っていると思いますが、魂の歴史の宇宙情報を受け取るために、最も有効なチャクラは、実は第8チャクラになります。第8チャクラは、別名ソウルスターと呼ばれるチャクラで、第7チャクラのさらに上の、約10センチから25センチくらいの間に位置しています。宇宙と個人のフィールドの境界にあるチャクラで、第7チャクラ以上に宇宙とダイレクトにつながっているため、このチャクラが機能してくると、
悟りを開いたり、今まで知り得なかったような宇宙の情報を受け取ることができるようになります。出身生を受け取るために必要な知識は特にありません。むしろ知識を持っていない方が受け取りやすいと思っています。例えば自分がオリオン星人だと思っている固定観念が正しい情報を受け取る妨げになる可能性があるからです。なるべく固定観念を外してニュートラルな状態で感じ取るようにしてみると良いと思います。知り得ない情報はあなたが理解しやすいようにそのヒントとなるメッセージがやってきます。例えば蛇使い座とかこと座の近くなど。そして情報を受け取った後、そのヒントをもとに出身星をリサーチします。きっとこれだと思う惑星が見えてくると思います。それでは出身星を知る方法をご紹介いたします。1番、目を閉じて頭の頂点にある第7チャクラを意識します。2番、第7チャクラから少しずつ意識のポイントを上に移動させながら第8チャクラを探します。第8チャクラの位置は頭頂から10センチから25センチくらいの光が集まって見える磁石のようにピタッと意識がくっついて収まる場所です。3番、第8チャクラの周囲360度にプラネタリウムを設置します。宇宙儀の真ん中に自分がいるイメージです。4番、第8チャクラに意識を置いたまま宇宙にオーダーします。出身星を教えてください。思考を止めた無の状態で直感に入ってくる情報を受信します。5番、情報を受け取ったら意識のポイントを第7チャクラに戻して目を開けます。第8チャクラを意識するのは少し難しいかもしれませんが、慣れてくると肉体にあるチャクラとは全く違う感覚で情報が受け取れることに気づくと思います。一度で受け取れない場合は何度か試してみてください。寝る前にベッドの中などで行うと受け取りやすいと思います。以上です。アトランティスの時代には第8チャクラは頭の中にあり、アトランティス人は後頭部が出ていたり頭蓋骨が大きかったそうです。自分の魂の源が遥か遠い宇宙にあると思うと、この地球に生きている神秘を感じられるのではないでしょうか。今日の話が皆さんの意識を広げて、生きていることの素晴らしさを感じることにつながれば嬉しく思います。それではシリウス中継を終わります。